白馬47ウィンタースポーツパークから見た白馬連邦。左が合流だけで、右が唐松だけ。ルート1白馬47ウィンタースポーツパークは、長野県北隅郡白馬村にあるスキー場である。通称47。1990年12月にオープン。名前の由来は4シーズン7デーズ。1年を通して楽しめるパークにしようという意味が込められている。 夏季には白馬47マウンテンスポーツパークとして開業しており、トレッキングやマウンテンバイクなどのアウトドアスポーツが楽しめる。ゲレンデ山頂は1676メートル、ベースエリアからの標高差は856メートルである。頂上及びゲレンデ中央部で白馬五流スキー場に連絡しているが、中央部は上級者でなければ滑走不可能であり、また、 クローズされている場合も多いので、一般利用者は、頂上のリフトで移動するのが、一般的である。ゲレンデ内には、日本一標高の高い場所で営業している居酒屋、47が存在する。写真の通り、目の前にある五竜岳や唐松岳の勇士を見ながら、滑走できる。オープンから二千二年三月までは、中京テレビの子会社、株式会社中京テレビリゾート企画が、 運営していたが、同年4月に独立。以後は株式会社白馬47が運営している。その後の2007年11月、白馬47は、新たな設備投資の資金の確保を目的に、自社の全株式を、アメリカの大手投資会社、ウォーバーグ、ピンカスの日本法人に売却し、同社の参加に入った。白馬47のテレビ CM は、 かつての親会社だった中京テレビでスキーシーズン中にスポット CM として放送される。現地では毎年5月初旬までスキー場として営業しているため、1994年放送版のように4月に入っても放送されていた例もある。2010年から放送されているバージョンは2種類あり、共に白馬五流スキー場との共同運営サイトで視聴できる。ありがとうございます。